はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ゼロ、濡れガラスの巫女、第11の雫、ヨミコ、ひなさきみゆということで、お母さんのミクを探しに行く感じですね。母、ミクは氷上山にいる。そう確信したミユは眠っているユーリの部屋から射影機を持ち出す。パクってんじゃねえよ勝手に持ってくな。起きた時射影機ないとマジ不安じゃん。11の雫、ヨミコ、ひなさきみゆ。彼岸湖でユーリを助けたミユは骨董屋に身を寄せていた。母、ひなさきみくが氷上山にいると信じ、その影を追うことを決意するミユ。だが母の影を追うには、ユーリが持つ射影機が必要だった。犯罪の匂いがする。泥棒の匂いがするんだけど。自分の命かかってるからね。射影機持ってかないと確実に死ぬでしょ。お母さんの影は墓地の奥に消えた。あの射影機で調べればわかるかもしれない。借りられないだろうか。一応両親はあるんだ。勝手にパクろうとはしてない。こいつここに寝泊まりしてんのか。もう完全倉庫だからな。黙って借りるのは借りるとは言わないぞ。言っとくけど、これはどこに行けばいいんだ。ユーリの部屋でいいのかな。とりあえず、お、びっくりした入手するっていうもんか。表現がさ、もうあれだよね、パクる気満々だよね。あれどこ、ちょっと待ってね。いまだにこの家すらまだ把握できてないっていう。お邪魔しまーす。こうそーっとさ、開けてるところがまた有利を起こさないように。起きたら借りられないって思うからね。少しうなされている。今がチャンスだ、パクろう。これがあればお母さんを連れ戻せる。射影機を手に取った。使用可能になりました。メモや写真が置いてある。お母さんが失踪したとき、どうして小塚さんが。ひなさきみく、依頼者、知人、写真あり。幼い頃から兄と二人暮らしだった。事件で失踪した兄を追い、行方不明となるが山中で無事発見される。その後は写真家助手を務め出産、父親不明、3年後失踪。メモ、依頼人は娘の身元、引き受け人。よすがは写真家から提供されたもの。あ、マジそうなんだ。まあ、それは持ってるよね。捜索を諦める。何度か影見を試みたがダメだった。存在が弱くなっていて影を追えない。生きている。生きてはいると思われるが、強い力か新しいよすかが必要。本人が探されることを望んでいない可能性も考えられる。あれ、これ自体はひそかが書いたのかな。お母さんの写真。射影機で気配を。私ならお母さんを見つけられる。射影機を使うと、向こう側に近くなった気がした。え、誰が喋ってんの。私の家にも射影機の箱だけが残されていた。あ、ミユが喋ってんのか。お母さんが神隠しにあったのは、射影機に触れたから。まだノートがあるね。小塚さんの日記。あ、これは小塚有利の記録か。他人と違うものが見えていると気づいたのはいつの頃か。死んだ人の言葉が聞こえると気づいたのはいつの頃か。あの人たちは私にいろんなことを話してくる。なんだこりゃ。繰り返しのようにいつまでも同じことを嘆いている。思わず聞いてしまいそうになって耳を塞ぐ。聞いてしまうと知ってしまう。知ってしまうと受け止めてしまう。話しかけてくるたくさんの声。私には何も受け取れない。何もできない。いっそ私が嘆く側に回れば穏やかに過ごせるのかもしれない。こいつはこいつで大変なんだな。でもミクちゃんの方が大変だよな。何度こういう目に遭ってるか。まあ、その分百戦錬磨になったけど。ミクちゃんの力をもってしても、でも氷上山に引き寄せられてしまっているからな。この奥はお風呂やなど、水回り全然違えし場所が分かんねえんだよ。だからこっちか。あ、いる。取れた。ミコ取れた。めっちゃゆらゆらしてるけどね。もう家にまで出てくるのがほんとやだ。これ別にレンとかはいないよね。
レンとかルイはもう別次元で動いてんのかな、渡来亭とかに行ってる時期かもしれない。時系列的にここではさすがに敵出てこないよな、今のこの時期に。大間が時じゃないから。出よ影を追おう、今度こそお母さんを。大活躍ケーブルカー、残影をたどる。お、いる。階段に立つ影、あれ射撃自体は一緒だから。あと何ができる、何も上げられないんだけど、出力だなやっぱり。徳やってオソやってみたいなのがいいという助言をいただきました。強化レンズ変えよう。徳圧、圧をオソにすればいいんだ。どんだけ使うんだ。あ、強化レンズ鍛えてもいいよな。機能強化の強化レンズ、オソ3万か、より遅くなる。あ、いいんじゃない。それにしよう。次はなんか秒数が上がるのかな。これ出てくるか、左佇んでたやつ。まあ今のところは見えないから、いつもの通り。あそこにアイテムが起こってんな、新しい。こっちのアイテムを回収しよう。取っても取っても復活する、ここのアイテム。いただきます。マジこれ重要、24枚で。さらにここに万葉、まあ、万葉は毎回余ってるっちゃ余ってるけど、まあ持ってることに越したことはないからね。でこのマッチはいつも使わないからな。おっと、清めの日、雨が降ってるともう一瞬で濡れるからね。清めてる暇すらない。あれ怪しいよな、あれ普通に万葉だし。2個で、ここも回収だって。これだけで48枚でしょ、これ以上持てない。ちょっと待って、何枚、 78？ 何個は、まず99だとして、カシャ、装填装填、もう1枚使っとくか。フィルムの無駄遣い、よし、これで99100にはなんないと思うんで。ほらもうさ、この右の濡れ具合が速攻すぎでしょ、完全に咲いたな一瞬で。シカトしよこいつ、シカトしてよくないか、これだってこの先もう先進めるでしょ。あでも点数を取らないといけないんだ、その評価的には。まあいいや別に、今はそういうプレイはしてないから点数は低くてもいい。ミクちゃん、ん、なんかびっくりした今、木の影か。これこの先にフィルム落ちてるかな。ここなんか怒ってる時と怒ってない時があるからね。90フィルム落ちてなさそう、微妙に配置が変わってんだよな。でこれさ、ここ仮に敵が出てもさ、また突っ切れるよね。これ突っ切れる、突っ切るよ俺。なんか2人いるっぽいし、痛い、肉を切らせて骨を断つ、それが日向咲美優生き様よ。リミットオブエリア、それを利用する。
で一発食らってそれなりだな。回復しちゃおう。え、何追っかけてきてるこいつ、もしかして。あ、でも1体だからここはもともと出てくるのか。こいつは処理するか。じゃあここそこそこあれだからね。うん、どうなってる。さあどこ行った。ちょっと待って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 、あ、間違えた、遅くしたかったのに。どこだ。微妙に反応してるけど分からん。いやマジで分かんねえ。あっちが光ってんな。ほら今毒が切れたっぽいな。あれいるよね。あれいなくなった なんだ、いなくなったぞ。死んだ形跡がないんだけど。どっちだ、こっちか。まあいいや。あれは万葉っぽいな。フィルムだったら全然撮りたいんだけどな。当たらなければどうということはない。ミク、これでもいつのミク、結構時間経ってるよね。だってミクが消えたのっていつよ、本当に何日前、何日なの。1ヶ月くらい経ってんじゃん。でこっち来て、ここは一応一本道か。ミクちゃんこの時何歳だって。ミウがもうそこそこの年だよね。それなりだよね。あ、もうここが塞がってたのか。行こう。ゆいの家、ゆいの家、ゆいの家かな。ここは来たことないから完全にマップがない。なんか怒ってる。ゆいの家に入りに行く。結構アイテム凝ってんな。裏側とかにもあんのかな。これはメモ、お母さんが残したもの。なんでところどころ凝ってんだろうね。私は残された。4年前の時私はミウを授かった。でもこの子を残していかなくてはならない。私はもうすぐ終わる。終わりが近い。死ぬ時は一人で終わる。私は有婚してしまった。どこで知ったの有婚の存在なんて。ちょっと一周回ってみよう。回れねえし。裏側か光ってんのは。ちょっと待って。あ、万葉か。危ない。ちょっと待って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 、もうターゲッティングがつけられん。これここまだ濡れてんの。徐々に乾きつつあるけど一回火使ってみる。ここで温められそうだけどね。ゲッ、取れなかった。あ、これあそこじゃん、こっち側が。なるほど、入り口でってことか。あれ縛り一定時間停止できる。え、それ良くないか。ちょっと待って、遅より。でも縛れる時間がどれくらいかだよね。10秒から15秒か。ちょっと遅に使ったポイントは無駄になっちゃったけど、ちょっと縛りをやってみよう。で強化レンズを、攻撃系をちょっと1個やりたいけど、これ劇だな。倍かいい。
で、オソじゃなくて縛り。撮影すると時間停止が解除される。ああ、なんだ、そういうことか。ずっとってわけではないのか。じゃあ、なんかオソでもよくないか。説明聞くのか、ちょっと。あれだったな。とりあえず今は得にしておいて、戦闘中に切り替えるのって結構大変なんだよね。こっち？なんか左にアイテムとか。え？あ、こいつ！そうだ、榊だ。ここに囚われているのか。どっちだ？あ、行ってる行ってる行ってる。ここまたあいつ出てくるのかな。いやー、マジか。あ、なんだ、反応か。どこだこれは。何も反応なしかい。とりあえずじゃあ行けるところを行ってみる。この裏側が行けないから、一旦こっちに出よう。なんかアイテム光ってるけどね。マッチか。痛い。離せ。清め。清め自体は5個か。1個使っちゃおう。手に入れたし。これで完全に清められた。で、行けるところがあるとすれば、ここってさ、なんか覗くだけだよね。覗いて取るとか。まあ、万有は取っておこう。あれ、覗けなかった？あ、覗けるよね。ちょっと待って。覗きポイントが。あ、いる！ああ、写真と同じ鏡の置かれた部屋。写真から気配が消えた。おう、なんで？なんで勝手に開いたの？絶対あれでしょ。なんかいるでしょ。ほら来た。いいだろう、俺が相手になる。そこから縛る。で、普通にやる。で、縛る。で、これ得になってんの、そもそも。あ、得になってるわ。縛るがどれだけ使うんだ。あ、結構使うな。しかもさ、いっぱい霊視が出てないとちょっと無駄。いった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 。調子に乗りすぎた。縛りで。なんだ、消してしまった。霊視がいっぱい出てた方がダメージが当たるからね。ちま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 とやっていこう。あ、トップが消えてるわ。そういえば、お得にお得に。縛り微妙だな。そうすると、だったらオソの方が良さそうだね。使い勝手が一発で消えちゃうっていうのがちょっと何とも言えないところではある。倒した。これは完全なる死か。緑、毒の状態で死んで、毒して死んでいる、あいつ。あ、完全に消え去った。見とれない。ちょっと縛りが、なんか微妙。だから、縛りではなく、オソにしよう。
これは一定時間効くからね。で、OSO を鍛えようとすると、ああ、なるほどね。今度、秒数が上がるんだ。それはそれでいいな。で、強化レンズを使うってことはさ、でも、吸収能力も上げたいよね。なんか、いろいろ上げたいものが多い。単純に。こっちじゃねえ。こっちか。じゃ、いけねえし。やっぱ、こっちでよかったのか。ここ、有効の間だよね。いる。取れねえ、マジ、このババア取れねえんだけど。素早すぎる。影見ができねえ。どうする、どっち行く。有効の間に行くか。スタンダードに。あ、いるいるいる。びっくりした。待って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 、お前ずるいぞ。とりあえず得しとこう。痛い。ちょっと待って、ちょっと待ってね。まずいっす。これは万葉を2つ。ちょっと近いんじゃない。オソしよう。オソオソオソ。ほら、いけ。いいね。めっちゃ遅くなってるわ。もう一回オソ。これ永遠に攻撃できるんだけど。たまにはちょっともうしとくか。霊視溜まったらガンガン使ってこう。どっこい、消えた。俺、消えた後も遅くなっちゃうから、それがめんどくさいといえばめんどくさいのか。どこ行く。霊視が残ってんな。こっちか。ん、音が消えたか今。そうそう、ちょっと得を取っとくか。倒した。あ、どうわかんねえ。あ、倒したっぽいな。見とれる。あ、見とれる。動けない今。何かを残した。ミクの手紙。お母さんのものだろう。これから行きます。子供の頃から人には見えないものが見えて、兄さんだけは私を分かってくれた。兄さんを思う気持ちは言えなかった。伝えないまま兄さんは言ってしまった。一緒に暮らしながらずっと目を合わせることができなかった。目が合うと分かってしまうから。一緒にいると苦しかったけど、不安や孤独が透明になっていった。分かってもらえなくていい。そばにいられなくてもいい。あの場所で黄泉の門を封じ続ける兄さんの苦しみを一瞬でも和らげられたら。え、あいつまだ封じてんの。最後の瞬間に誰と終わるか、それだけは私のものにさせてほしい。許して。さっきアイテム反応なかった。気のせいか。あの破片ってこと。で、ちょっともう一回射撃。ポイントが1、10、100、1000万。なんかもう全然足んねえな。オソ使えばまあ61でも対応はできんのかな。敵が遅くなるってことは、まあ少しチャージが遅くてもなんとかなりそうだからね。20枚くらいになったらちょっと61に切り替えるか。これは清めの日だな。一応拾っておこう。あっとくそ、拾わなきゃよかった。たかだか清めの日ごときに体力を奪われた。だって使わないもんこれ。げっ
箱がある。鍵がかかってないっていうのがある。うおー、有効を果たされました。それはそれはおめでたいことで、読み子であるあなたも柱になる役目を果たさなければなりません。ちょっと待って、なんか遮影機って出たけど普通にさスルーしたんだけど、なんだあいつ、なんか来た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 。とりあえず徳からの妄想、もうこのコンボだな。まずはこれでもだいぶ霊視が出るからな。なんか言ってんな、あんまり。そうだ、押し込んじゃうとあれになっちゃうんだ。ちょっと一回溜まったから徳を打ち直そう。一瞬で消えんな、このワープ系が厄介だよな。補足できない。移った、移ったな。よし、こういう時こそ補足だな。お前を遅くする。何どうなってる。まあいいや、近づこう。うん、なんだろう、わからん。ダメージ取ってるこれ。いや、引きずり込まれてる。 なんだわからん。一旦ちょっと距離を取って万葉のも、波動砲みたいなのが来てる。痛い。からの得はしたい。ダメージは今入ったな。どこだ、鏡だな多分。遠いか距離が。足を止めるな一応。来た。なんだ。消え去れ。来てる。これは。ちょっと一回飲もう。で、そろそろ徳が切れそう。徳からのフェイタル。徳フェイタル。もう一発いたかった。めちゃくちゃアップだな。いや、フェイタルがめちゃくちゃチャンスだぞ。ちょ、わかんねえ、暗すぎる。これフェイタルも伸びんのか、この。めっちゃよろけてんな。来るか。よし、チャンスとか思ったけど全然ダメだ。あ、倒した。オソ結構いいな、使いやすい。秒数伸ばしたい。そうすると白い表紙の方に流行により柱はさらに長らえる。柱となる巫女にはやはりちぎりの相手がいなければ、かわいそうにどのような巫女でも一人では箱の中の苦しみに耐えられない。王政のちぎりはあまたのまれびとがいよいよという時に心を変え失敗してきた。もしかしたらあの子は麻生様が来ることを待っているのではないかと感じることがある。また麻生様が来てくれたとしても、まれびとが誰を選ぶか、そのことだけは誰にもわからない。たとえ約束していたとしても、まれびとの心変わりだけはわからん。まあ、いざとなったら嫌だよね。で、開けるか。ちょっと待って、回復しよう。マックスまで持ってこう。開ける。若い。
さん。え、有効って女性でもいいの？女性でもいいっていうかさ、相手誰なのっていう。もう一度あの時に戻れるなら、あの時のままでいられるなら、それが私の最後の望み。山を降りる。ミュウ、私はもう帰るの。一緒に、一緒に帰って。そのままやすやすと出られないよね。これダブルで入れたい。ダブルで入ったか。そしたらちょっとダブル得したい。お買い得。後ろ消えたか。あ、ちょっともうフィルムが22かよ。いや遅24、マジで20じゃねえや、61回避。おお、お母さん、お母さん、ちょっと待って。遅い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 、マジで遅い。ちょっとどこにいる。至近距離とか特に関係ないからな。めっちゃ連れてかれる。おーい、お母さん大丈夫なの？もうあれだな、亡くなったな。捕捉する。そして得をする。いや、めっちゃ霊視出てる。チャンスチャンス、これだけの霊視ダメージが通るだろう。あれ倒した？触れてやろう。あ、触れてる間に一体消え去った。これはもう家から完全に出ればいいのかな。突っ走って出るか。なんか若干濡れてんな。なんでだ、外だからか。これあの襖さ、蹴っ飛ばしていけよ。なんかセーブが入ったんですけど、なんで。お前また出てくんのかよ。あ、右にもいるな。右っていうか後ろっていうか、榊か。お前、お前榊か。葬ってやろう。劇使うか、こんな時には。あ、なんだ消えた。なるべく俺の劇が無駄になった。もうめちゃくちゃぐっちゃぐっちゃよ。
ちょ待って待って待って、わかんねえわかんねえわかんねえ、お母さんやられてる、離せ、許さん。榊もまあなかなかのあれだな。お前はもう遅くなれ。消えたか。触れてやろう。何に触れてんだ。ご飯食べたい。箱のとこは倒したか。どさくさに紛れて倒したな。90は12枚しかないのか。ちょっとじゃあ1、4でいこう。やっぱりちょっと6、1は電車速度にかけるからな。これ正面から出れる？さすがにさ、これこの家から出ればさ終わりでしょう。行くぞ。咲いた。よしよしよし、黒沢へ。寒そうだな、なんか布団かけろよ。やはりミクは氷上山にいた。迷いが結びの家。へえ。有婚の儀式を終えていた。もう一度あの時に戻れるなら、あの時のままでいられな。それが最後の望み。そう言いながら身を許しを請うミク。骨董屋へ連れ帰りました。二人は寄せ合い、やがて深い眠りに落ちていった。さすが徳だな。徳の力。読み子。はい、というわけで11の雫終わりましたので、次は12の雫ですね。またゆうりちゃんに戻ります。ということで今回はここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。